商品たちは今までにないユニークで楽しいものばかりです。これらの商品を生み出す過程は複雑、そして気を抜けない仕事ばかりです。アイディアを出し、企画をまとめる、この一連をすべて自分たちで行い、試作品を製造する。しかし化粧品は生き物のようなもの。製造の過程で予想だにしなかった問題が毎日のように起こります。あと一歩で発売できたのに、どうして。試作からわずか2週間でジェルの様子が変わってしまったのです。度重なる修正を経て完成。いよいよページ公開。お客様の手に商品が渡ることになります。気に入ってもらえるかな。使い心地はどうだろう。そんな期待と不安がないまぜになった気持ちのまま、もう次の企画を考え始めなくてはなりません。そんな時、友人からのメール。お誕生日おめでとう。まだ仕事でしょ。頑張ってるね。先日もらった見つめて合図、すっごくいいみたい。マミもママかわいいって言ってくれるんだよ。またマミにも会いに来て。自分の誕生日もご飯を食べるのも忘れて仕事をしていました。疲れた体に優しさが染み込んでくる。身近な人の悩みもサポートできた嬉しさ。苦労の連続の辛さはもうどこかに行ったみたいです。私たちのセクシャルヘルスケアという考え方は、きっとたくさんの女性の悩みを解決してくれるはず。そう確信しました。自分をハッピーにするのは実は難しい。そして誰かを一緒にハッピーにすることはもっと難しい。でもそれができた時は言葉にできないくらい嬉しい。そう思った瞬間でした。そしてこんな素敵な誕生日プレゼントはないなと心の底から思えた。とても嬉しい一日でした。